はい、皆さんこんにちは。今日はスノー AI のお話をするんですけれども、僕ももうスノー AI の解説動画というのをたくさん作ってきました。そして僕はチャット GPT の GPTs というので、スノー AI 用の歌詞を作るソフトというのも6本ぐらい出していまして、いろんな角度から歌詞を作ったりすることができるようになっています。一例を申し上げると、昔の懐かしい写真、そんなものをチャット GPT に放り投げて、その写真で歌詞を考えてもらうというような画期的な GPTs も皆さんに無料公開しています。ただしチャット GPT プラス以上に加入していないと GPTs というのは動きませんので、お間違いのないように。ということで、今日はタイトルとして第二の人生を音楽で楽しむというタイトルにさせていただいて、今回は J-POP 編ですけれども、ジャズインストゥルメント編とかですね、ロック編とか童謡編とか、そんな感じでこのシリーズを複数回続けたいと思います。なぜなら今会社を退職したりということで、少し時間ができて、昔大好きだったギターを引っ張り出してきた、そういうような方もおられます。この1年で目まぐるしく成長してきました AI というような言葉には、やはり皆さん苦手な人もたくさんいます。でも聞くのは好きなのか、僕の YouTube なんかでも見てくれている人は50、60代の人が案外多いんです。ですから、その第二の人生に好きだった音楽を簡単にできる、そしてサムネにあるようにですね、すぐにプロに追いつくということです。僕もプロと宣言してからもう12年ぐらい経ちました。島村楽器という楽器屋さんのコンテストでファイナリストになってからプロ宣言をして音楽を作ってきました。もちろんメジャーのプロの人、そういう人の音楽作りもそうですし、皆さんのよく知っているような AKB さんとかの音響というような仕事もやったりしてきました。そんなプロとしての僕が、あえてプロの敵にもなりそうなこの簡単自動作曲というのを皆さんにお伝えしていこうというのが今日の趣旨です。じゃあ早速やっていきましょう。今表しましたやり方で一番簡単で、そして一番先進的な方法で今日は解説をします。ですから前からずっと見てくれてる皆さんにも案外新鮮なやり方かもわかりません。この方法は何回も話はしていませんので、熟練されたスノー AI 使いの方も見ていただくと初めて気がつくこともあると思います。最後まで見ていってください。この画面のやり方をスクショででも撮っていただくといいと思います。この方法をしっかり覚えていけば簡単に J-POP が作れるということになります。スノー AI は一番最初に立ち上げた時には Google なんかのアカウントで、まずはスノー AI にアカウントを作っていただきます。そうするとまずは無料で使えます。1日50ポイントだけ与えられて、その範囲の中でできますけれども、僕はサムネに書きましたように月8ドル約1500円程度ですので、試してみようという発想は捨ててください。もうそう思ってる方はこの後は見ない方がいいと思います。ストレスが溜まるだけです。50ポイントではほぼ何もできません。試すことはできます。あ、こんな風にして音楽作れるんだ。ですから1週間2週間はそれでもいいでしょう。でもやると決めたら月8ドル、年払いじゃなく月払いにしたいときは10ドルになるんですけれども、もう加入することは必須と思ってみてください。サブスクリプションは左の画面の方からこれを押すと契約ができるようになっています。こういう感じですね。月8ドル、これでいいと思います。どうしても心配で1年間払うのが嫌だなと思うときは、ここでスイッチというのを
選んでいただくと月払いというのになります。この年払いで少しお得な契約の方が僕はいいんじゃないかなと思われます。そうしましてクリエイトでまた戻ります。今日やるのは先ほど画面で示したようにまずはカスタムモードというのにします。そして歌詞というのはその AI に考えてもらうということにします。その時にここに考えてほしい歌、そういうのをここに入れていくことにします。全部歌詞を自分で作るのもそういうのが楽しみの人はいいです。でも歌詞なんて作ったことないなと思っている方は AI に頼んでみましょう。はい、ここは皆さんやっていくうちに上手になって、あ、こんな風に書けばこうなるんだ。それは試されたらいいと思います。でも今はちょっと僕は端折って簡単にしましたし、これは3行も5行も書いたら、ここはそういうエリアじゃなくって、本当はリリック、歌詞を作るところなんです。でもこのように日本語で書いておくとですね、ここにジェネレートリリックというボタンがあるんです。これ何も書いてなかったらここを英語で作ろうとするんですが、このようにちょっとだけ日本語で指示を書くと日本語の歌詞を作ってくれるんです。やってみましょう。はい。このように日本語の歌詞が出るんです。もしどうしても全部が気に入らないというときはもう一度ボタンを押してください。そして一部分だけが気に入らないというときはここで編集をしてください。たったそれだけのことです。そうしまして次はここなんです。ここはね、今僕の画面では入っていますが、ここには入っていません。白紙なんです。これだけは英語で入れた方がいいんです。でもそれは僕も今日初めてやるんですが、ずーっと以前から英語がいいと言ってきたんですが、その AI も毎日毎日進化しています。ですから今日はこれ全部日本語で書いてみましょう。まあ J-POP は J-POP ですのでこうしかしょうがないです。これカンマ区切りとかで区切っていただきます。そして男性ボーカルというふうにしましょう。こうすると男の人で歌ってくれたりというようなことができるようになります。特にギターの曲にしたいような時はアコースティックギターというふうに書いておきましょう。ここでは楽器とかの他に BPM って言って音楽の速さ、そういうのも指示すると大まかそのような感じにしてくれたりします。ですけど今日は簡単に話を進めていきたいですので、この辺のところで置いておきます。いろいろ皆さん試してください。そしてタイトルですが、もう先ほど作ったので桜の響きというような歌詞と一緒に考えてくれてこんな風になっています。これは皆さんまた自由に変えていただくこともできます。そしてここで有料版に入っている人にはこういう V2、V3 というような選択肢があります。そこを無料で使う間はこれが選択なく V2 になりますが、すぐに有料にされた方はこれが出てきます。はい、設定するとこはそれだけです。あとは画面下のところに書き色のクリエイトというボタンがありますので、これを押すと2曲提案してくれます。 V3 の有料課金の方はもう10秒から15秒で2曲できます。見ててください。はい、もう待つというほどでもないですね。はい、もうどん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 こうやってサムネイルが出てきてですね、そしてこのようになったらですね、もう下の方からこう聞けるようになりましたね。はい、できました。これで2曲できました。聞いてみましょう。書いてわかる。「まびら舞い散る」
最後まで聞いてもらうつもりが止めました。やっぱりですね、ここは英語じゃないということを聞かないということです。ですから、これはどうしましょう。こうやってコピーをしましょう。そして、Google の翻訳ソフトなどを起動してください。はい、そうしまして、日本語を書きます。英語が右に出ます。はい、男性ボーカルというふうになって、アコースティックギターになっています。これをコピーしましょう。そうしまして、もう一度Snow AI の画面に戻り、これを貼り替えましょう。これでもう一度作りましょう。このスタイルオブミュージックに今日の時点2024年3月の12日の段階でできるかどうかを試しましたができなかったという結果です。じゃあやってみましょう。はい、今度は男性の声で歌ってくれるでしょうか。桃貝の桜、花びら舞い散る風に揺れる儚い美しさ、今この瞬間夢見ているようで、心が踊る思いが溢れる。桜の花よ君、いてほしい。この歌を歌い続りたい。孫のために未来へ送る。桜の響きは忘れないで、桜の響き忘れない、溢れる桜の響き忘れないで。満開の桜、花びら舞い散る風に揺れる儚い美しさ、今この瞬間夢見ているようで、心が踊る思いが溢れる。桜の花よ、聞いてほしい。この歌を歌い続りたい。孫のために未来へ送る。桜の響きは忘れない。桜の響きは忘れない。はい、こんな感じにできるんです。もうプロが作ったのと変わらないと言っても過言ではないような音楽が15秒ぐらいでできるわけです。ただし皆さん、あれ？最後エンディングもなかったよねと思われた方もいると思います。これは最大で2分しかできませんし、もちろんこれは今2分ではなかったんですけれども、尻切れトンボになってしまいました。これはこの後どこからつなぎたいかということさえやれば、お尻がつながるようになっています。ちょっと後の曲で試しましょう。もう一度聞いてみます。はい、確認しましたが、ちょうど最後のところまで歌ってましたよね。忘れないでまで歌ってました。ですから、今度はこの続きをやりたいと思いますので、続きをやりたいときは、自分が気に入った楽曲の右端にある3点メニューを出しましたら、Continue from this song というのがあります。これを選択してもらうんです。そうしましたら、この歌詞の下の方に、この同じ桜の絵のこれとこれですね。同じ絵の桜がここに来ました。
そして歌詞を書き換えるんです。僕が作ってる GPT's には、続きの歌詞を作るというような面白いソフトもあるんですが、今日はそれには触れません。これでですね、ちょっとこれ歌詞を削りました。そして、満開の桜花びら舞い散る。これ、舞い上がるにします。まあ、このように自分で変更していただくという方法もありますので、試してみてください。そうしまして、続きはこれでやるわけですから、ここが先ほどとは違って、クリエイトからコンティニューというものになりました。これでコンティニューをしましょう。はい。画面にパート2ということで作りかけてくれています。これも10秒15秒でできます。2つできます。これでも気に入らないときは、またコンティニューを押せばもう一度チャレンジしてくれます。できるまでチャレンジしてみてください。もちろんクレジットポイントというのは減っていきます。ですから僕は有料課金して1ヶ月に2500ポイントというポイントがもらえますので、何度でも挑戦できますから、必ずサブスクリプションは入りましょう。といった理由はそこなんです。じゃあ続きのパート2を聞いていただきましょう。満開の桜花びら舞い上がる、風に揺れる儚い美しさ、今このはい、いい感じでつながってますね。下の方も聞いてもらいましょう。桜の響きます、セレスナイル、満開の桜花びら舞い上がる。はい。なんか間にちょっと継ぎ足したみたいになりました。ですから、この上側の方を採用したいと思います。じゃあ、前と後ろをつなぐのはどうすればいいでしょうか。それは、このまた3点メニューから、今度は Get Fall Song というのがあります。これで結合をしてくれます。そうすると、ここの表記が Full Song というのに変わりました。これで時間をちょっとだけ待ちます。このフルソングを作るのはポイントが減りません。安心して何度もやることができます。じゃあこれで頭とお尻がひっつきました。これを聞いていただきましょう。満開の桜花びらまちる、風に揺れる儚い美しさ、今この瞬間夢見ているようで、心が踊る思いが溢れる、桜の花を聞いてほしい、この歌を歌い綴りたい、孫のために未来へ送る、桜の響きは花びら舞い上がる、風に揺れる儚い美しさ、今この瞬間夢見ているよ、心が踊る思いが溢れる。はい、ここも後ろが最後で切れました。本来は今1と2をつなぎましたが、2を確認した時にまたお尻がつながっていなかったら、今度は2の続きをまた3という形で作って、1、2、3をつなぐというふうにしていくんです。いつまで続くの?ということなんですけれども、100% とは言えないんですけれども、ここでですね、カッコで区切ってエンディングというふうな形でやれば、エンディングを作ってくれたりします。ただしこれも1回でうまくいくとき、いや2、3回やらないとうまくいかないとき、まだそれがあります。なぜなら今試しているのは、ここにも書いてありますように V3 のアルファバージョンということなんです。今
テスト実験中ということなので、これが正式版というのができてくる頃にはいろんなことがもっと確実にできるようになってくると思います。でも確実になってからやろうなんてことは考えないでください。僕ももう60を超えています。明日ってわからないですよ。半年後にしようと思ってたのに脳卒中になって倒れたりとか、そういうことが年配者というのはあるんです。ですから皆さん、今日やりたいことは明日に伸ばさないでください。ぜひ第二の人生に音楽を楽しく作ってみませんか。今日はご視聴ありがとうございました。次の段階では J-POP 以外のものを作る時のやり方というのもしますし、もうそれらは大体ですね、僕のこの動画を見ていただいたら喋り尽くしたというほどたくさんの動画が、多分僕の動画が日本で一番多く解説動画としては見られていると思います。スノ AI ということで探してみていただいたらいろんな動画がありますので、興味を持って見ていただけたら幸いです。ではありがとうございました。またねー。